日本新潟県新潟市東区、下木戸下木戸は、新潟県新潟市東区の町あざ。現行行政地名は、下木戸1丁目から、下木戸3丁目と、大あざ下木戸。住居表示は1丁目から3丁目が、実施済み区域、大あざが未実施区域。郵便番号は950-0885。1889年から、現在の大あざ。 および1986年から現在までの町庭。通船川砂岩に位置し、元は江戸時代から1889年まであった下木戸の区域の一部。かつては阿賀野川下流砂岩の自然堤防上に立地した村だったが、松ヶ崎掘り割りの決壊による稼働の変更により、通船川沿いの村になった。地名は上木湖に対応する。北から、 東回り順に以下の町寺と隣接する。通線川を挟んで富士見町と隣接。1889年以後に以下の町寺が分立。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年10月現在の路線を示す。 各路線の系統など詳細は、新潟交通のバス路線一覧東新潟方面を参照。詳細は、区バス新潟市東区を参照。注釈出展。ありがとうございます。